コスミック、パワーパック組み立て、キット。300系新幹線登場。しかも、大きい、さらに。手で押されてるし。一見すると、プラレールです。でも、普通のプラレールでは、ありません。前に買ってあった、パワーパック組み立てキットです。部品を集めるのが面倒だったので、キットで買いました。組み立てようと思ったのですが、箱がありません。2020年3月で、アルミ缶に変わってしまう、野崎、コンビーフの缶に組み付けようかと、思いましたが、どう見ても小さすぎです。110円で売られていた、300系の戦闘車です。この中になら、無理をすれば入りそうです。無理すればなんとかなりそうですが、樹脂なので、トランジスターの熱が少し心配です。Nゲージの列車を、プラレールのパワーパックで、走らせるのは、夢があります、と、思います。萩の月の箱にパワーパックを、組み込めば、美味しそうですが、紙なのでやめました。犠牲になる、不憫なプラレールです。部品の配置を考えます。6体の穴開けが必要です。プリント基板に部品を組み込んで、ハンダで付けるだけなので簡単ですが、自由度は少なくなります。基板の裏は、こんな感じです。配線済みです。ここに説明書に書かれた部品を、乗せて、ハンダで付けると、300系には、入りそうな気がしません。邪魔になりそうにないものは、さっさと取り付けました。右下は、リセッタブルヒューズです。ポリスイッチとも呼ばれます。本来は、このように基板に実装することになっている、切り替え用のトグルスイッチですが、この方向に乗せると、上下に切り替わります。さらに、300系には入らなくなりそうなので、配線で延長することにしました。300系のボディの裏側にも、邪魔な部分があります。中央の棒は、シャーシの取り付けに必要なのですが、他の部分は、できるだけ削りました。天井に穴を開けて、左にボリュームと、右にトグルスイッチを仮に、取り付けてみました。こうして仮に取り付けてみると、あまりスペースに余裕は、ありませんでした。中間車なら、もう少し余裕があったかもしれません。DC ジャックは、連結面に取り付けました。人は出入りできません。出力用に P 端子は、車体の横に取り付けました。コネクターにすれば、もっとスマートになります。バランスの悪そうな新幹線になりました。不憫です。熱を持つトランジスターなので、ここにしか、取り付けできないのは残念です。うまく曲げないと、樹脂を溶かすかもしれません。ボリュームは、もともと配線で延長です。基板から6本の線を出して、トグルスイッチも延長しました。他の配線も、どんどん取り付けます。電源確認用の LED も、基板に実装しないで、別の部品を天井に実装しました。トランジスターの置き場に困ります。無理やり組み付けてみました。窓の一部はプラ板を入れています。運転台のあたりに、トランジスターがいます。放熱板も小さいので、熱くなりそうです。ダメだったら、何か考えることにします。車内は雑然としています。座席をつける余裕は、ありません。電源を差し込んでみます。LED が点灯するはず。こうして組み立ててみると、ラグ板を使った方が自由度があった気もします。でも、配線であまり悩まないので、練習用には、いいでしょう。初めて作るときは、普通の箱に組み込む方がいいかもしれません。動かしてみましょう。実験の犠牲は、加藤、EF65、レインボーです。配線を間違えなければ、動きます。ここで発煙や発火でもあれば、センセーショナルですが、そういうわけには、いきません。利用所では出力は 0.5A で制限となっています。どの程度の負荷で止まるのか、時間があれば確認します。後で確認すると、トランジスターは、かなり、熱くなっていました。メーカー製のパワーパックも、排熱には気を使っています。苦肉の策で、底面を削って、トランジスターの排熱板を露出させました。これでも熱すぎるようなら、小さなファンで強制排気させます。最後までご覧いただき、ありがとうございます。